ジュニフォーム、センターバックなでしこジャパンメンバーの北原から前線に、さあトップに収まって前を向きました松岡、右サイドも出てきていますが、さあここで三山ワンタッチでいいボールが出てきた、シュートまでいけるか、右に出して20番小柄な横山サイドアタッカーです。クロスボール入ってきた、キーパーを越えていくか、ここは抑えました。ゴールキーパーは一谷です。他に10番の三山がいます。もう一人の中盤の5番の高橋が触りました。さあトップの松岡がボールを持って、右サイドもサポートがあります。そこを使う横山、20番まだある、横山シュート狙ってきた、バーです。最初に大きなチャンスを掴んだのは白のユニフォーム岡山ユノゴ、このボールを持つ時間が長くなってきました。ここはうまくカットしてね出ていきましたけれども、まあなんとかね、高村もね、必死になって戻りましたけども ね、 そうですね、まああいうミスがねちょっとこうゲームを決めてしまう可能性があるので、はい、三山とそして上尾の子です。右のアタッカー20番の横山、いいプレスバックがあってボールをマイボールにした新潟、右サイドが広くポジションを取ってサイドバックの小原、前線飛び出していく選手がいて、ワンタッチでマッカーティへ、さあ1対1、ここはいい対応しました、左のサイド、おっともう一度ボールが戻ってきてシュートまではいけません。16番ボランチの斉藤、サイドバックからクロスボール逆サイドまで来てキーパー出られない、山崎うまく合わせた、素晴らしいシュートでした。この体幹の強さ、あオフサイドですか、あフラッグ上がりましたか、まあ、ただ福本もね、ちょっとクロス出ようとして届かないということでね、すぐにポジション取り直して、はい、よく触りましたけどもね、ただ山崎も体預けながらよく打ちましたね、そうですね、いや技術のあるところを見せてくれました。ついていたのはサイドバック3番の角、岡山湯野号、そして新潟は2得点という今シーズンの戦いです。三山から収まって前を向きました、いいトラップがあった、コースはあるか、パスを選んだ、かわした、いやまだあります、横山体を張る、ゴールライン待っていません、あるので三山がこう前を向いてプレーできるという話をしていました、はい、さあ横山クロスボール低いボールですが、中途半端になった、触った枠は捉えられませんでした、ちょっとゴール前で危険なプレーになりました。さあまた三山がセットプレー、ゴール前には4人、ちょうどペナルティエリアのラインのところにディフェンスライン、そして攻撃の選手が並んでいます。キーパーの前に落としてくるところ、勝負をさせる、面白いところを狙ってきました。いやーコーナーキック3本目、ショートコーナーです。低いボールを松岡へ、まだ松岡ボールを持っていますが、小島さん、この岡山のこのボールへのプレッシャー、ディフェンスという意味ではここまでどうでしょうか。まあ、今のな、今のそのチャンスですね、はい、左の佐伯、間を抜けて切った、パスを選んだ、神尾の目、左の中盤の佐伯の突破、ここよく間ね突っ込んでいきましたし、よく神尾の目が入ってくるのを見てましたよね、今日2本目のシュート、すでに2本目のシュート、チームとしては2本目、はい、比較的その新潟が持った時に、はい、かなりこうあっと裏からいい形で上がってきた、つながった、三山だ、 うまく抑えましたがネットを揺らすことはできませんでした。いい人を残して攻撃ができているので、まあ、先ほどはね一人のドリブル、センターバック宮崎です。中盤かなり三山には厳しくいっています。神尾の部とその三山、主審の佐藤さんがその神尾の部を呼びました。三山に2人行ってます、ボランチの2人がケアしました、まあ、担当するテクニカルスタッフとして活躍をした方です。または、三山からいいワンタッチがありました、一気に前線に、さあちょっとルーズになった、どちらに出るか、うまく体を入れた、有町つなぐ、三山まだあって、横山は神尾の目、素晴らしい対応です。
前への推進力はどうでしょうか。逆サイド空いていますが、プレッシャーで宮間が取り切った、倒してしまった、ゴールにちょっと近いところ。あ、ここはカードが用意されています。左のアタッカーの佐伯、これより遠くても狙ってくることがある宮間。さあ右足と左足をまた変えました。左足、これね、キーパーにとっては右足用の壁の位置と左足用の壁の位置ちょっと違うんで。あ、なるほど、左足で入れてきます。狙ってきたが、まだこぼれているのは岡山に出ています。新潟も人数を集める。シュートまでは行かせませんでした。まあ、ただどうしても止められないようなパスが出てきたりしますのでね、丁寧に、あっとここで相手ボール。しかしいいプレッシャーは神尾野辺、もう一人のボランチの斉藤、このボールがね、やはり岡山のプレッシャーがいいのか、前に出てこないんですよね、取った瞬間にね。神尾野辺が前のポジションを取って、その裏のマッカーティーへ。右で神尾野辺が待っていますが、神尾野辺を使う、中は2枚、左足で入れてマッカーティーへ、シュートだ。アイデアのあるパスからシュートまで行きました。コーラーキックです。今度はインで、そのあのゴールに向かって巻いてくるボールですからね、はい、先ほどは低いボールも使いましたが、今度は3番の長身の北原はファーサイド、速いボール、マッカーティーフリーになりましたが、枠捉えられませんでした。ストレート系のボールでした。伸びてくるボール、いやー振り切ってましたが、やはりセットプレーは両チームにとって大きなチャンスになりそうです。神尾野辺がここにいます。35分を経過しました。新潟もだいぶ、あ、いいスルーがありました。サイドバック出てきた高村、つながる山崎からいいところに出てきた、中サイドから小玉も来ています。マッカーティーは時間を持って細かくパスを選んでキーパーです。さあ前半38分を経過、まだ両チーム得点がありません。杉岡さん、はい、岡山ユニゴーの種田監督はね、攻めてる時に守備陣に準備準備という声をかけて、相手の攻めてる時のカウンター警戒してますね。やはりマッカーティが前線に残っているというのは一つ大きな脅威になるかもしれません。さあ横山、宮間が出てきて中野を狙っていました。さあまた宮間のフリーキック、ゴールに向かうフリーキックとしてはもう6本目です。何か狙いそうな助走ですが、速いボールを入れてきて、いいところに入ってきた。最後はサイドバック3番の角が来ていました。いやー面白いボールでした。あまりこういうボールは、ね、高さがね、はい、あまりないんですよ、そのキックに、はい、なのでキーパー出られないんですよね、はい、あ、高さなんですね、プレッシャーに行く、そのプレッシャーかいくぐって、あとここで奪った。前への推進力がある松岡、宮間狙ってきたと、キャッチすることができませんでした。コーナーキックです。この距離があっても狙ってきます。ここでアディショナルタイムはなく、前半終了のホイッスルです。準決勝の第1試合、岡山湯野郷ベルトアルビレックス新潟レディースのゲーム、前半45分終わって0対0、両チーム得点がありませんでした。上がりからもう一回自分たちらしく攻め上がっていこうということで確認をしました。ボールを持っている時間としてはベルの方が長かったと思うんですけれども、そこから点に結びつけるためにはどんな、さあ大きなチャンス、シュート来た、よく触ってば、まだあります。うまくギャップを使って攻めていきたいという話をしていました。今長いボールが新潟のワントップマッカーティーに入ったところで、あ、その前の決定的なシーンですね。いや、これはね、市谷よく触りましたよ。そうですね、で簡単なシュートストップじゃなかったと思うんですけどね。いや、もう本当右手一本ですね、はい、右に運んで、右のサイドバックは一番奥に3番の角が待っていますが、一気に前線の2トップの1人松岡を収めた、フォローはあります。シュート横山、弾いています。中盤の選手がうまくシュートまで持っていきました。あ、うまくね、松岡がポストプレー落としてね、はい、いいボール落としましたよね。神尾野辺が中で待っています。マッカーティー、
センターバックの宮崎が対応。今日はここまでマッカーティに仕事をさせていません、センターバックの宮崎。三山ワンタッチ、裏を狙った、うまく裏を取った、シュートまでいけるか、クロスか、オフサイドです。オフサイドにはなりましたけれど、外に走った選手がいたので、やはりこれですよね、外走ってる選手がいるので、外に来ると思ってディフェンスが動き出すと縦に入ってくるっていう ね。でしかもそのボールをもらう前にね、はい、あの縦のところっていうのはね、位置関係がどうなったかっていうのをちゃんと見てるんですよね、はい、今新潟の選手だと思いますけれども、ピッチの中からあまり食いつくな食いつくなという声が聞こえてきました。さあボランチの上尾野辺、左サイドアタッカーの佐伯、前線にはマッカーティーと山崎がいます。中にカットインしてきて収めて、まだあります、上尾野辺シュート、まだあります、右足でうまく狙った、先制点はアルビレックス新潟、上尾野辺が右足で決めました。よくキーパーの位置を見てましたよね、まあ、福本もよく触ったんですけどね、一度打ってもう一度ボールが返ってきました、はい、ここでね、ニアサイドにやっぱりこう自分で、左足で持ちに行ったので、福本がやはりニアの方に誘い出されて裏が開くんですよね、はい、でそこを強く蹴ると出てしまうので、はい、本当に福本が触れるか触れないかのね、はい、非常にいいタッチで打ちましたよね。そうですね、上尾野辺、あのなかなかラインが下がってしまってという話がある中で、上尾野辺がここでプレーすることができました、はい、そうですね、うまく時間を使って出てこられましたからね。さあ1対0、ようやくゲームが動きました。後半の16分、山崎、また上尾野辺、ポジション高くなってきた、外から出てくる、裏を取れるか、ーキーパーも出てきた、いやー素晴らしい判断でした、少しね後ろの位置でボールを受けて回すことが多かったんですが、はい、ひょっとしたらその位置的にはかなり高い位置でゴール前で、やはりシュートを狙えるところに出てくるようなね感じはしますけどもね。さあリードする新潟の攻撃、トップ下の山崎が右側で起点を作って、あボランチの守備的な斉藤がここまで上がってきました。そしてもう一人のボランチ、上尾野辺、左サイド出てきた、裏を取った、中はどうだ、速いボール、シュート、よく止めました、福本だったですけどね、ここもねうまく2枚入ってくるんですよ、前でね選手が潰れて、はい、完全に山崎フリーになりましたからね。そうですね、さあ立て続けにセットプレー、後半は2本目です。三山はゴールから遠ざかっていくボールです、シンプルに入れてきました、宮崎越えてきた、まだある、収めてシュート、オフサイドはどうだったか、キーパーが抑えています。よく落ち着いて対応しましたね今ね。ゴールキーパーは一谷です。でももう一人がフォロー入れるように、はい、しっかりと準備してますのでね。三山、あっとワンタッチワンツーどうか、ここもよくカバーしましたよ、はい、このパスが、精度悪かったわけではなくて、はい、スペースにしっかりこの後ですね出してるんですが、新潟の選手もしっかりとワンツーをされた後に戻ってきてましたよね、はい、まあ一つはこうサイドを行ってますけれども、こう完全な形でなかなか人数かけてきてますので、はい、さあマッカーティー、まあ、今通らなかったですけれども、はい、今のような場面を何回か作るとね、一つ入りそうですからね、早いタイミングで三山パス、中の左足得意です、コースを狙ってきた、上尾野辺、あーっと見つかった、横山外を使う、さらに角が外を回る、中にあっと
シュートまでは行きましたがヒットしませんでした。ちょっとキーパーとしてもね、守れないその守備範囲ではないボールがもう飛んできたりしますのでね、長いボールを蹴ってからその後宮間にボールが収まって、そして右サイドへ展開、宮間が少し深い位置で待っています。これでね、サイドにあと間ファールはホイッスルはありませんでした。セカンドボールは岡山、ここに宮間がいます。ワンタッチ、少し新潟やはりラインが下がって宮間をトップ下の山崎が見るような形になっています。あとペナルティーの中でフリーになってパスを選んだ、シュートアットヒットせず押し込めない、キーパーよく足出した、まだあります、逆サイドへキーパーです。このディフェンス陣がその外へ出そうとしたボール、ミスしましたよね、はい、でそこから蹴って、ここには大きなスペース、すぐに上尾野部が埋めました。前を向いた横山、クロスボール入ってきた、やはり3番の北原。新潟は少し守りのやり方を変えました。この辺りプレッシャーはいきません。そして長いボール、あーと抜けた、あーと中野まだある、横山オフサイドフラッグです。40分経過しています。1対0リードするのは今は主勢に回っているオレンジのユニフォームアルビレックス新潟。スペースに出ました大石、どうするでしょうか。まずキープ、サイドバックがあっと足の間をうまく通した、裏に出した山崎、キーパーです。いや今ねうまく溜めて上がってくるの待ちましたよね。1人潰れて前で起点を作った中野、ドリブル得意、左足が利き足です。宮間が外で待っています。宮間ワンタッチ通らない、ボランチの斉藤がコースに入っていました。さあ新潟は守りきれるか、岡山追いつけるか、あーうまいプレーだ、クロスまで行った、セルこぼれた、ゴールキーパーです。さあアディショナルタイムに入っています。速いボールが入ってきて収まって宮間渡った、まずペナルティエリアの中にボールを入れる、クロス入ってきた、フリーだ、シュート、いやー止めた、一打に止めました、右手一本でしたね、コースかなり際どいとこ行ったんですけどね、いやー超ファインプレーが出ました、一打に止めました。1対0とオレンジのユニフォームアルビレックス新潟がリード、今のようなところね、はい、切っちゃってもいいような気がするんですけどね。さあ宮間に渡ってワンタッチ、裏を狙ったシュート、いやーその弾いても新潟の選手がねちょっと戻りきれてないんですよ、だったらこう最初にタッチ逃げる、岡山追いつけば延長あるいは PK というところになってくるのか、まあ、最初の佐山との試合はね、はい、なんとか追いついて、逆転まで行きましたからね、残り10分で逆転しました、はい、さあここでもラインを少し上げました新潟、あーとプレッシャー、山崎が前でボールをマイボールにした神尾の、あーとここで宮間、さあボールを運ぶ、前線には4人いる、長いボールを入れてきた、キーパー出ました、少し時間を使います、ゴールキーパー一谷、アディショナルタイム4分台に入りました。さあ残り時間はもうわずか、ここでホイッスル、アルビレックス新潟決勝進出、岡山湯野号を今シーズン5回目の対戦でようやく破りました、1対0日本代表なでしこジャパンの神尾の上の値千金の決勝ゴールということになりました。